こんにちは。 IH 電磁調理器につきまして、たくさんの、ね、メッセージありがとうございます、ね、中にはですねやっぱりどちらを購入しても購入しなかった方についていろいろと思うことが出ちゃうみたいなね、そんな、まあ、考えもございますし、まあ、人によってはですね停電したらオール電化っていうのは全部アウトだよねということもありえます、うん、確かにそうですね。でガスはガス爆発とかも怖いですしね、まあ、どっちもどっちなのかなというところでございます。その他ですねいただいた意見としましてはガスと IH ですよね、まあ何と言いますか IH を20年ぐらい使っているけども特に何もないですよとか、あで総合的に IH で、軍配が上がるんじゃないかなと、タイマーとか温度設定など本当に便利ですよとかね、こういったご意見も寄せられております。本当にね皆さんのお住まいになっている環境とかそれから予算とか先入観とかさまざまなものを考えて一人一人に正解っていうのがあると思うんですよ。しかもその正解も10年20年と正解で居続けるんではなくて途中でおや違うなと思ったら変更することもできますんでね、まあ、ですので私はまあいつも考えているのは自分でこう思うんだけどもそれを人に押し付けないようにするとかね自分の成功例を他の人にも当てはまるもんだっていう風なこういった先入観を持たないように考えてるんですよ、まあ、今回は IH ガスどちらをキッチンにつけるかって話です。あれで皆さんからね本当に非常に貴重なご意見ですとか経験談ですとかそれからね、まあ、URL というのをいただいてます。すみません URL をねたくさんいただいても私そっちの方に行きませんのでこれを見てください URL だったらちょっと見ないんでその URL の内容をですねまとめたものを書いていただけるとちょっと非常に助かるかなと。本当にね人によっては20個ぐらいつけてくれるんですけども見るだけでもね本当1日かかっちゃうんですみませんそこまではちょっとできませんけどもね。まあでも本当に、それぞれの方から貴重なご意見とかね、いただきまして本当にありがとうございます、掃除が簡単であることとか電磁調理器にはまだね未確認の不安があること本当に、それぞれ本当その通りだと思います。それを込みでですね、不確定要素とかリスクをこう飲み込んだ上で選択っていうのはあると思いますんでどちらかが一方的に、いいですよっていうものではないと思いますしね。それからガスにしたら IH との比較 IH にしたらガスとの比較そして第3の選択っていうのが出てきましたね。だからね結構ねまあこれもリフォームの楽しみ方なのかなと思いますよね。どういう風にした方がいいかなとかで一回リフォームしたからといって別にそれを使い続けるわけじゃなくて私の場合は別の家も建てようかと思ってるんでそれを参考にですね新しい新居ってものをまた一から建築しようかなというところでございます。それから建築に関わる日数工期なんですけども今は随分短いみたいで特に、ね、私の住んでる広島っていうのは結構優秀 なんか技術者とか多いみたいなんですよ。まあなんせね戦艦大和とかを作ってる町なんで、まあ、呉ですけどねそこは、まあ、広島っていうくくりで見てもそういった技術が拡散してるところですんで、まあ、捨てたもんではないかなとなかなかすごい人がいるもんだなと思いましたね。だいたい工期は4日から7日だそうなんですよ。早いですよね。1ヶ月とかかかるのかなと思ったんですけど1ヶ月もかからずに解体から設置それから壁紙の張り替えアフターメンテナンスいろいろ込みでだいたい早ければ4日遅くても1週間で終わりますよってことでしたね。すごいですね以上いろんな気づきがありました。本当に皆さんありがとうございます。引き続き何かございましたらよろしくお願いします。